巨人に助けてもらうだと、そんな夢みたいな話が。夢じゃない。ここであの巨人により長く暴れてもらう。それが現実的に私たちが生き残るための最善策。議論は後だ。あの巨人が暴れている間に補給しよう。闇の巨人より強い。あいつが派手に暴れているうちはこの建物も潰されないだろう。よし、あと少しで本部にたどり着けるぞ。いいだろそんなこと。そうだ、まずは助かってくれ。あいつが俺たちに興味がなくて助かったぜ。巨人と戦っている。俺たちであの巨人を援護するか。正気かよ。巨人を助けるだと。おい、何を助けるって。ミカサ、早く逃げないと。あの巨人。あの巨人の謎を解明できれば、この絶望的な現状を打破するきっかけになるかもしれない。同感だ。そんなこと。例えばあの巨人が味方になる可能性があるとしたらどう。どんな大砲よりも強力な武器になると思わない。味方だと本気で言ってんのか。さすがに力尽きたみてえだな。
これをエレンがやったって